セーニャ。セーニャか。あなたが助けてくれたのね。もう一人は？ありがとう。アーニャか。今までどこでどうして？アーニャ？違うな。これまでのあらすじ。仲間を探しながらラムダを目指すアイナたちは、クレイモラン王国を襲った黄金病を調べていき、その過程で神は全ての記憶を取り戻した。その後、六軍王キラゴルドの根城、黄金城の玉座の間で、一行はキラゴルドの正体が神の妹マヤだと知る。キラゴルドを倒したことで正気に戻ったマヤに気づいたアイナは、彼女を倒そうとする神を止める。妹を助けたい。そう思い直した神は、自分が黄金になるのも厭わずに、マヤを抱きしめ、彼女をキラゴルドの呪縛から解き放った。こうしてクレイマラン王国は黄金病の脅威から解放され、元に戻ったマヤも神父の元に預けられた。勇者に力を貸すことで贖罪が果たされる。神は予言通り贖罪を果たし、一行は魔王ウルノーガを倒す旅を続けるのであった。よくぞ戻られたアイナ殿。おう神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんことを。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかさ、あらすじの最初の方イントネーションが安定せんかった気がするね、なんかめちゃくちゃあやふやな感じになった気がする。んと、次は仲間を探しながらもう一度聖地ラムダへ向かい魔王を倒す方法を見つけよう。ここ変わってないね変わってないね。え、次はなんだ、どこだ。え、あれやろ、姉妹を探しに。え、あと姉妹だけよね確か。それじゃあ違うに仲間たちよ。まあ、相棒、聞いてくれ。アイナ、世話をかけたな。お前のおかげで俺はマヤを救い出し、なんとか贖罪を果たすことができたよ。マヤが元に戻り、黄金の氷山が消えたなら、クレイモラン地方からラムダ方面へ歩いて進めるようになったはずだ。え？ラムダ方面へ歩いて進めるようになった。ほうほう。あ、そういえばなんかあったね、そんなの。さあ、魔王を倒す旅の続きだ。よろしく頼むぜ、相棒。ことは、とりあえずまあ、外に出まして、外はどこかいね。こっちか。あ、こっちやね。で、こっちから、え？船、あ、そっか、船でか。船でか、陸地じゃないんよね。久々のアリシちゃん。どうも。船に乗って出発するでかすか？うん。え、これでさ、その元々、黄金の氷山があった場所は一体どこですかね？どこですかね？え、ここ？ここかな？すぐ横やったっけ？いや違う、これバイキングのアジテやわ。全然違うし。全然違うし。え、待って、どこ？なあ、相棒、聞いてくれ。クレイモラン地方からラムダ方面へ歩いて進めるようになった。歩いてってことは、船に乗らずとも良いということか。え？そういうこと？ここって陸続きじゃなくてもどっか行けるんやっけ？あ、クレイモラン地方。なるほど。行けたわ。行けたわ。そっか。オッケー。いやー、邪魔、ま。こっちですね。どうも。黄金の氷山が消えたそうだ。この先の道を塞いでいた黄金の氷山が消え、シケスビア雪原やゼーランド山の方にも歩いて行けるようになったそうだ。もしお前がラムダを目指すなら、ここから町の外に出て、南東の方へ歩いていくがよい。南東ですね。オッケー。ラムダ。なんで私がラムダを目指しよるってことを知っとんやろ。よし。違うんすよ。馬を呼びたいんだ。邪魔しないでくれるかな。で、これで、要は、シケスビア雪原を抜ければいいってことか。ここから南東、あっとんかな。あっとるよね。きっと。
おそらく。はい、向かいます。多分合ってると思う。シケスビア雪原、なんか2カ所あったわ、入るとこ。こっちの方でいいんかな。こう馬のまんま行ける感じ。あ、抜けれるか。シケスビア雪原で、ゼーランダ山を抜けたらいいってことかな。ゼーランダ山、まあ、とりあえず東の方へ向かえば良いのだろう。あ、そうよね。ちょいちょい、ヨッチ族とかも見落とさんようにせんといかんね。一応なんか透明のヨッチ族はさっきからいっぱい歩きようやけどさ、話しかけれるタイプのヨッチ族は、おらんね。話しかけれるタイプはね、なんか微妙に大きさも違うもんね。めっちゃ滑るんだが。超滑るんだが。うわぁ。雪国とかって大変そうよね。雪かきとか。ん？なんか始まる？何やらまがまがしい気配です。なんか出てきそうな気がした。周囲に注意しろ。下がれ。何何何？お、竜や竜。ね、竜とドラゴンって一緒？なんか私の中では微妙に違うんやけど、こういう細長いのが竜で、ドラゴンはちょっとぽっちゃりしとる感じ。わかる？わかる？氷国の湖の、ね、シェンロンみたいなのが竜。我は長き封印から解き放たれた。これ戦うやつ？だが長い間封印されたせいで、思うように力が出ぬ。我が名はネドラ。貴様らの命を我が糧としてやろう。なんで急に狙い定められたんやろ。結構な上空飛び寄ったはずやけど。奴が気にしてくれるわ。あ、でも竜って私が思いよったのはね、あの違う感じの方やった。なんとなく、あの難しい方の竜やった。勝つの方じゃなくて。なんか色変わった、気のせいか。何？なんか尻餅ついたんやけど、倒れ込んだよ。攻撃第一。立てよ。腰を抜かしてる。頑張れ、おい。ありがとう。今助けるわ。ハッスルハッスル。なんか今ベホイム唱えたね。マジックバリア。あれ、自分で操作せんくっても技出すんやっけ。え、私が唱えたよね、今。いけー。私さっきから戦うポチポチしよるだけなんやけど。何？いやー、やめてよー。なんかいろいろ技出しよるわ。え、前からそんな感じやったっけ。この強さ、遥か昔に相まみえた勇者老子を思い出すわ。老子。だが、所詮は人間。何、やられてくれたんじゃないの。今のもろに正面から受け取ったらなんか喉が焼けそう。え、こんなところでみんな。やっと歩いて抜けれるというのに。己の無力さをあの世で悔やむがよい。貴様らの命食らい尽くしてくれよ。なんかさ、よくさ、何？ストーリー上でさ、必ずやられる演出のやつあるやんか。やけど、一回ああやって戦闘でね、自分で倒しとるのに、その後のストーリーでやられるのは納得いかんのよね。それなら最初から倒せんような演出にしといていただきたいんだけど。ね。いやいやいや、倒しましたやんってなる。何誰？
ね、名前忘れたんよね。姉妹のうちの一人やろう。風の裁きを受けなさい。妹の方やねん。ちっちゃくない方。なんて名前やった二人。皆様、今お助けいたします。来た来た来た。お姉さんは一緒ではないの。お前、もしかして。私は勇者を守る宿命を追って生まれた聖地ラムダの一族。世界が滅びようとも命に代えてあなたをお守りいたします。そんな回りくどいこと言わんでも普通に名前を言え。よくぞご無事でいてくださいました。セーニャ、セーニャか。あなたが助けてくれたのね。もう一人は。ありがとう。アーニャか。今までどこでどうしていたの。アーニャ、違うな。そんな名前じゃなかった気がする。私、あれからずっと一人で。そんな名前ではなかった気がするな。魔王による災いで苦しむ人々を助けながら、そんな双子みたいな感じじゃなかったよね。聖地ラムダを目指していたの。黄金の氷山が溶けたと聞いてやってきたら、まさかこんなところでお会いできるなんて。聖地ラムダ。そこに行けば魔王を倒す手がかり、神の乗り物について何かわかるに違いない。神の乗り物、そんなものが。そういうことでしたら聖地ラムダの長老様がご存知かもしれませんわ。聖地ラムダにおるけん知っとるとは限らんのやね。皆様、改めてよろしくお願いいたします。どうもどうも。セーニャが再び仲間に加わった。よかった、ラムダに着く前に増えたね、仲間。聖地ラムダはこの参道の先ですわ。さあ、行きましょう。ゴーゴー。そう、行こうとしよったんやけどね、なんか竜に絡まれたんすよね。やめていただきたいわ、邪魔するのは。で、全く名前を思い出さんけんさ、すごく気になるんよね。こっちで合っとる？あ、ここか。うい。あ、乗り物乗ったもこの先には進めない。なるほどね。通れんやんって思ったらそういうことか。じゃあ行きます。え？ここを抜けるんよね。抜けたんでいいんよね。こいつらに乗ればいいんかな？あ、こいつじゃないな。待って待って、こいつ光ってなかった気がする。こいつ全然光ってなかった気がする。やったわ。その横のやつじゃない。あ、こいつこいつ。よし。やっつけて、ちょっとライドさせていただくよ。キラーポット。こっちか。じゃーん。え？待って、どこ？足場がなくね？あ、こっちからか。あ、なんかこう。ここ。あ、こういうとこなんか登り寄った記憶あるわ。今めっちゃなんか動いたと思ったら、光に反射した埃やった。普通にビビった。あ、結構なんか、回り道になるんやっけ。あれ、ここ登る必要なかったもしや。これ動き出す？やだな、やめてよ。やめてよ。動く石像ってあれよね、結構、ちっちゃい子的にはトラウマにならん？全然動かんかったね。調べたら動き出す感じかな。振り返ったらなんか追いかけてきよるみたいなパターンはない？こっちか。よしよし。宝箱あった。お、小さなメダル。いいね。あれ？方向が違うな。あ、あれ？え？
待って待って、あ、これでいいんかな。なんかすごいぐるぐる回りよるような気がする。ぐるぐる回ったんでいいんか。え、これ、え、戻ってきてないよね。あ、合っとるよね。こんな狭い間隔で動く石像おらんかったもんね、さっきまで。多分あれはぶつかったら動き出す仕組みやな。うんうん、来たよ、聖地ラムダ。ボロボロやけど。なんてひどい。あんなに美しい場所だったのに。で、あの赤い子は？ベロニカか。全く違う名前やった。セーラー、私の天使たちよ。今頃一体どこに？え、どういうこと？セーニャはまだここに来てなかったってこと？お二人とも気を落とさんでくだされ。こういう事態になってからまだたどり着いてなかったってこと？双剣の姉妹、二人が一緒ならきっと大丈夫。普通に案内されてここに来ましたけど。おお、セーニャ、もしかしてセーニャなの？お父様、お母様、ご無事だったんですね。ベロニカはセーニャ。まあでもベロニカセーニャって言ったってことはベロニカもおらんのか、ここには。よく顔を見せておくれ。セーニャ、ベロニカは、ベロニカはどうした？別か、そこを今からあれか探しに行く感じか、みんなで。え、そんな、てっきりお姉様は先にこちらに戻っているのだとばかり。気を探してるのかい？やはりお姉様はこの近くにいるはずですわ。北の方から懐かしい気配を感じます。じゃあそこに向かうと。双子の勘ってやつか。双子やったんやっけ。なんか普通の姉妹なわけじゃなかったんが双子か。いろいろと忘れとるわけやね。お姉様のものです。行ってみましょう。じゃあ別にセーニャとアーニャでもおかしくなかったんや、感覚的には。あれか、マーニャと間違えとんか私。え、あれも双子の姉妹やったよね。紛らわしいな。まあ、あっちはマーニャとミネアか。命の胎児が落ちたあの日、アイラ様の身にただならんことが起きたことは察しておりました。あの時からベロニカの姿は見ておりません。セーニャの導きに従い、北の方にいるはずの双剣の片刃を探してやってくださいませ。ベロニカの方は一回も戻ってきてないんか。なるほどね。え、なんかすごい目で見られる。やだ、不審者みたいな目で見ないでくれるかしら。聖地ラムダにある静寂の森に、静寂の森、ふんふん、こ、正反対やった。こっちか。向かいます。静寂の森に向かい、ベロニカを。なんでそんなとこにおるん？今まさにこっちにやってきよる途中ってことかな。どこだい、ベロニカ。おった？もしかして。なあ、ここにベロニカがいるのか？どこにも見当たらないぜ。ここは、子供の時から私とお姉様がよく一緒に遊んでいた場所なんです。ここにいると思ったのですが。お姉様？お姉様、どこにいるのですか？こんな世界でよくそんな大声で叫べるね。モンスターに気づかれたらどうするん？あ、おったおったおった。あら、お姉様、こんなところにいらしたのですね。もしかしてなんか、操られとったりとかしたっけ？そんなことない？起きてください、お姉様。風邪をひいてしまいますわ。お姉様、どうしてしまったの？ん？なんか共鳴しよう。お姉様の杖が光っている。それから勇者の紋章も。お願いです、こちらの杖に触れてみてください。もしかしたら。何？もしかしたら
これで目覚めるかも。あの時の情景が蘇る。この時になんか力使い果たした感じやったんやっけ。ん？あれベロニカの杖？もうめちゃくちゃ下敷きになっとるやん。大丈夫な。早く、なんとかしないと。みんなやられてしまうわ。え、あれって別に死んでるわけじゃなかったよね。どうなってもいい。え、もしかして死んどるところを何かしらで復活させたんやっけ。世界を救ってちょうだい。え、最終ちゃんとベロニカおったよね。再会しとったと思ったんやけど。またいつか同じ歯の元に生まれましょう。あいつのこと頼んだわよ。ほら、もうめちゃくちゃ死亡フラグが。今のはみんなに見えとったんかな。ああ、なんか見えてそうな。え、お亡くなりに。お姉様、私たちを助けるために。え、これこのまんまやったっけ。なんか復活させれんかった。え、消えた。消えたよ。え、死んで終わりやった、この子。マジで再会戦勝ったっけ。え、悲しい。え、でも消えたってことはそういうことよね。ベロニカちゃん、あなた最後の力を振り絞って私たちのこと。ベロニカ。なんかずっと一緒におった仲間が死ぬパターンって嫌やね。若い者ばかり死に急ぎおって。じゃあこの後はベロニカの杖を持っていくだけか。お姉様はもういない。どこにもいないのですね。これがお姉さまの選んだことなら、私は全てを受け止めます。でもみんながここにたどり着くまではね、お父さまと追ってくれたんやね。ここにお母さまと里の皆さまにもきちんとお伝えしなければ。